はい、瀬田氏の角谷です。今回もですね、動画をご覧いただきまして本当にありがとうございます。今回なんですけども、よくねコメントでもいただきますし、まあ実際に思われている方も多いかもしれないんですけど、そもそも声帯っていうのはどういう症状の時行ったらいいんですかっていうね、コメントでよくいただくことがありますので、もちろん今回ねお伝えする内容が当てはまるから全て声帯で改善できるっていうわけではないんですけど、結構大きな一つの指標で、誰でも確認できる方法になりますので、もしね何か痛みで困られてるとかで整体に行こうかな行かないかなって思われてる方は、これに当てはまる方は行っていただくと改善する可能性が高いとは思うだけの話なので、必ずというわけじゃないですよ。世の中に必ずはないんですけど、一つね指標になるかと思いますので、興味ある方はぜひ最後まで見ていってください。はい、早速ね内容入っていくんですけども、もう今回の内容結論から言うとですね、朝でも夜でも昼でも何の時間でもいいんですけど、お風呂に入った後今の痛いであったり痺れてるっていうのが緩和するかどうかっていうところです。はい、で緩和するのであれば、僕らみたいな整体とかに行くと改善する可能性は高いと思いますし、お風呂に入って温めても何にも変わらないっていう場合は、だからといって必ず整体でダメだっていうわけではないんですけど、ちょっと整体よりかは、行かれてるのであればあれなんですけど、病院の方に行っていただく方がいいと思います。はい。で、これ簡単に説明させていただくんですけど、そもそもお風呂入った時、そのシャワーであればちょっとあれですけど、湯船ね、使っていただいた時に体の中で何が起きるんかって言ったら、当たり前ですけど、温まりますよね。水風呂じゃない限りはですよ。ちゃんと37、8度人によると思うんですけど、お湯に入っていただいた場合、温熱効果で血流が良くなります。はい。で、血流が良くなったことによって、肩痛いの楽やわとか、お風呂入った後は腰が楽やとか、足先の痺れがお風呂の時は楽ですとか、いう方であれば、温めることによって血流が良くなって、その、大体の場合が神経圧迫してたり引っ張ってたりするので、それがその時なくなる、楽になる。でも、時間が経ったりとか朝起きた時にはそれがまた固まってるから引っ張ったり圧迫するから痺れたり痛みがある。っていう方であれば、僕らみたいな整体っていうのは基本的にはですよ、やり方はいろいろあるんですけど、その緩めたりとかストレッチしたりすることによってその圧迫を取っていくっていうことを基本的にはやっていってるので、そういう方であれば僕らみたいな整体とかっていくと、お風呂で温めて温熱されて血流が良くなることによって痛みが楽になる、痺れが楽になる。じゃあ僕らみたいに緩めたりとかストレッチすることでそれを圧迫を取れば楽になるっていうことは条件的には当てはまると思うんですよ。ただ逆のパターンで、さっき言ってたお風呂に入ったとしても何にも変わらない、四六時中あるってなってくると、僕らじゃない理由にはなってくるんですが、単純にその筋肉が硬くなってる云々じゃなくて、これはもう本当に人によるんですけど、骨とか神経自体に何かがある可能性があるんですね。分かりやすいかどうか分からない、ちょっと説明しますけど、これがね、単純に言うと首の骨にはなってまして、またピンと合ってるかな、これが、骨で、よく聞く椎間板っていうクッションですね。で、この赤いのが、血管、黄色いのが神経になるんですけど、例えばなんですが、何かしらの原因によって、この上でか、このところちょっと見えにくいかな。この黄色いね、神経が出てる部分あると思うんですけど、この状態って見てもらったわけで別に何も当たってないんですよ。だから痛いとも痒いとかも普通は感じないんですけど、これが何かしらによって骨の隙間がこうグッと圧迫されて、この根元で圧迫されてるとかってなれば、これの神経って結局腕の方とか首の方に行ったりしますし、親指とか人差し指とか中指とか、腕とか肘とか、そういうのがずっと痺れてる痛いってなってくると、もしかするとここで圧迫されてる可能性ありますよね。で、ここで圧迫されてる場合、当たり前なんですけど、お風呂入って体温まったところで骨自体が圧迫してる、変形とかね、いろんなことがあると思うんですけど、起きてる場合、お風呂入って変わりますかっていうところじゃないですか。多分普通の一般的な考え方を持たれてる方であればわかると思うんですけど、骨が何かしらの原因によって変形してますと。で、お風呂に入ったら開きます？そんな、ね、貝殻みたいな話じゃないので、わからないですよ。起きることもあるかもしれないですけど、ほぼほぼ考えにくいと思います。
ってなってきたら、僕らみたいなのが基本的に何するんかって言ったら、外の筋肉緩めてその神経の圧迫を取っていったりすることが大体メインやと思うので、骨がどないかなってる、でそれもその神経に何かしらの異常がある、血管がどうかなってる、僕らには何もできないです、基本的には。やり方はいろいろあるので、もしかしたら探したらそれを歌ってる方もいるかもしれないですけど、あと針とかになってくるとちょっとやり方が変わるので、それはちょっともうもうね、知り合いの鍼灸の方とか鍼灸院とかに相談してもらったらいいと思うんですけど、一般的なその整体、ね、体を緩めて血流良くして良くしましょうってやってるとこに関しては、さっき言ったように骨がどうこうなってる、もう中の神経がどうこうなってる、この外からいくら何をしたり、押す、ストレッチする、緩める、さする、血行を良くしたとてこうなってるものは変わりませんよね。当たり前の話です。はい。っていうのがあるので、ただ、さっき言ったように、だからといって、整体で良くならんわけじゃなくて、もしかしたら他の場所をやったら何か変わる可能性もあるんですけど、一つの判断基準としては、お風呂に入った後、症状が軽減するのであれば、行った方がいいかなと思いますし、症状お風呂に入っても何にも変わらん、ずっと同じのがあるってなってくると、僕らじゃなくて病院の可能性が高い。まあ、基本的には病院に行ってもらいたいですよ。行ってもらいたいんですけど、こっちの可能性が高いっていうのだけ、どっか頭に入れていただくと、行くところに迷わなくなるかなとは思いますので、ぜひ今回の内容を参考にしてみてください。はい、じゃあですね、今回も動画をご覧いただきまして、本当にありがとうございました。